皆さんこんにちはヨッシーチャンネル玉ねぎちゃんです本日のテーマは UE 冒 5. 5でアニメーションのリターゲットが難しくなっていたので解説します何でやねんまずブレンダーで作った玉ねぎちゃん取り込みの時点で問題が起きていてマテリアルがボコボコなやつになりましたエクスポートする時点で設定が必要とのことですが ミキサモデリブをつける前からやり直すのは面倒なので自分でテクスチャを取り込んでマテリアルを作りましたテクスチャ1枚でノーマルもない簡単な作りの玉ねぎちゃんの場合はマテリアル作りも簡単ですがもっと凝った作りのキャラクターの場合は作っている段階で有意に取り込めるか確認した方が良さそうですね。 今なら UE5.4 で取り込んでから移行するという手もあるかと思います。できました。一旦レベル上にスケルタルメッシュを置いてみます。良さそうです。ここからが本題ですが、AI 入門の動画で紹介した アニメーション BP ごとリターゲットする作戦。これが不具合なのか劣化なのかわかりませんが、使えなくなっています。アニメーション BP を右クリックから、アニメーションをリターゲットで、この時点でここに ABP マニーや ABP クイーンなど、アニメーションブループリントごと変換できる選択ができたのですが、なくなってしまったのでできません。 リターゲッタはちゃんと作れていいるっぽいで,す、ね、ではこのアニメーションシーケンスをまとめて変換して「アニメーション BP は頑張って作りましょう」というにはあまりにも面倒なので UE のフォーラムを調べたところ「テンプレートアニメーションブループリント」を作成するとうまくいくとのことです。 そもそも ABP クイーンはそうやって作られているはずなのですが、こうやってさらにテンプレート化することで回避できるそうです。この状況でリターゲット画面に戻ると、今作ったやつがここに現れますので、これをアニメーションをエクスポートしましょう。出力先を選んで、必要に応じてファイル名を変えて、エクスポートです。 ちなみにここの加算アニメーションを考慮してくれるフラグは外した方がうまくいくケースもあります。例えばライラのアニメーションをオレンジマネキンにリターゲットしたら、加算の計算ミスでバラバラゴムゴム状態でした。加算設定を直しても再起動するとプレビューがゴムゴムに戻ったりして不安定なので、先ほどのチェックを外して取り込んでから、加算設定を自分でやる方が早かったです。話を戻します。エクスポートすると、 できましたがアニメーション用のフォルダを先に作った方がいいですね。今回は作ってそこに移動します。アニメーション BP は一度開いてコンパイルした方が良さそうです。これは ABP クイーンと同じく ABP マニーの子供でシーケンスを差し替えているだけなのでアニムグラフを書き換えたい場合は 事前に ABP マニーを複製してからテンプレートを作る手順は良いかと上級者はライラや ELS で使われているアニメーションレイヤーを使うようです分業やモジュール化の技なので初心者には不要でしょう UE 公式おかずさんの解説動画も概要欄にリンク貼っておきます着地がうまくいかない問題はずっと起きますねバージョンごとに微妙に結果が変わりますが くちゃくちゃになっているのはサンプリングフレームを一旦変更するとなぜか治ってあとは UE5.4 の時と同じくフォースルートロックを解除したらそれっぽくなりました AI イズの動画はこの後は大丈夫ょかと思います本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございました 高評価チャンネル登録もぜひお願いしますそれではまた次の動画でお待ちしております